ただいまより第39回春季東京都専門学校軟式野球大会開会式を行います。役員選手入場。優勝旗並びに優勝杯、返還前年度優勝校日本健康医療専門学校より優勝旗優勝杯の返還です。東京都専門学校野球連盟会長関川哲会長お願いいたします。
この大会を使えるのは決勝の2チームだけです。今スタンドにはわずかなチーム関係者しかおりません。決勝戦はあなたたちの学校を連れてきてこのスタンドを満員にしてください。ぜひこの満員のスタンドの中で素晴らしいプレーを見てください。専門学校の試合はすごいな、楽しそうだな、大阪のことに来てるよ、また次の野球を担う高校生が専門学校でも野球できるんだ、そう思えるような素晴らしいプレーをしていただきたい、そういうふうに思っております。この大会は先ほど返事がいただきましたけれども、東京都知事杯、東京都知事からの応援を得てます。素晴らしい大会の中で専門学校に入って野球ができてよかった、いい学校に入ってよかった、そう思えるようにぜひ取り組んでいただきたいと思います。最後にこの運営に携わっていただきました野球の方、あるいは講演会、あるいは本田会長に熱く御礼申し上げて大会に果たします。頑張ってください。ご来賓の方々からのご挨拶です。東京都専門学校体育連盟会長本田佐藤様、お願いいたします。おはようございます。今紹介をされました東京都専門学校体育連盟の会長をしております本田でございます。今石川会長からご挨拶があったように、こうして素晴らしい好天のもと、この大会が第39回を迎え、素晴らしい歴史を刻んでいる大会であります。ご承知の通り、毎日新聞紙上であらゆるスポーツが今報じられております。一昨日は松山選手がアメリカでゴルフのトーナメントに優勝し、今我々が思っている野球では田中選手、あるいはダルビッシュがアメリカですごい活躍をして、で2週間を切りましたけれども、今度はブラジルでサッカーのワールドカップ、毎日スポーツ紙面を、ね、新聞紙上を賑わしております。あなた方の専門学校でそれぞれの分野の専門の勉強を学ぶと思う、そういう時間が切迫している中に通過を信じて、こうして野球に取り組んできております。どうかですね、この野球が自分の思い出になるように、今関東大会のご説明もありましたように、この秋には岡山県で開催されます全国専門学校軟式野球選手権大会、これは本部科学大臣争奪戦になるわけですが、ここのところ東京都は優勝しておりませんのでですね、ぜひこの中から秋の全国大会に優勝できるように今から一つ頑張って、この5日間あるいは1週間の大会の中で皆さんの成果をですね、存分に発揮していただいて、思い出ある大会にしていただければと思います。最後になりますが、応援をいただいている各企業の方々、そして講演会の今日お見えですけれども中澤会長で審判団の方で、これを支えている各学校の競技役員の先生方に心から感謝を申し上げて、大会のご挨拶をさせていただきます。球団氏の頑張りを期待しております。頑張ってください。続きまして、東京都専門学校体育連盟応援団団長中澤秀夫様、お願いいたします。皆さんおはようございます。いよいよ今年1年間、長い野球の試合が始まります。皆さん個人も一生懸命、大切なんですが、チームメイトのため、そして学校のためですね、一生懸命頑張っていただきたいなと思っております。これから暑い日が続きますけれども、僕なんか頑張れ頑張れと言っていますが、体調
調が悪かったりですね、したらすぐ、監督にパスさせてくれと手を挙げるのも勇気です、皆さんの勇気を、心から、期待しながらですね、応援しております。簡単ですが挨拶です。どうもありがとうございました。試合場の授業、庄内光一審判の許容により行います。本日いよいよ今年最初の秋季大会が開幕します。先月のキャプテン会議の際にも説明がありましたが、今大会の大会規定、試合規定等、今日パンフレットをお配りしましたけれども、4ページと5ページに掲載されています。改めて、チーム全員で確認し設定をしてください。特に梅雨入り間近です。雨天による急な日程変更があるかもしれません。特にですね、登録メンバーの少ない学校は、連絡率とか、人数不足で危険をすることが決してないように注意をしてください。6月に入ると蒸し暑い日が多く体調を崩しがちになります。こまめに水分補給をし、夜は睡眠を十分とって万全の状態で試合に臨んでください。この後ですね、エキシビションと、イベントがありますけれども、張り切りすぎて怪我をして、本番の試合に影響しないよう、十分注意をして、取り組んでください。参加は24校と小規模な大会ですが、選手一人一人の、ハッスルプレーで大いに盛り上げてください。そして最後に、何よりもですね、大好きな野球を存分に、楽しんでください。以上です。選手宣誓、花勝利聖火専門学校西畑直樹選手より行います。開会式を終了いたします。役員、選手、会場。